はい、よろしいですか。はい、全体長のクリアでございますが、報告をさせていただきます。先週の木曜日に、東京10区の補欠選挙については、公募によって、候補者を決定させていただく。で早速、8日から13日まで今日までということでございましたけれども、先ほど17時に締め切りました。その結果ですね、応募、総数は45名でございます。男性37名、女性は8名でございます。まあ、平均年齢は 44.3 歳、20代が4名、30代が11名、40代が16名、50代が12名、60代が、2名、まあ、こういうことで、ございます。また、東京都の方が一番多かったわけでございますが、その他にもございます。一部海外に在住をしている方の応募もありました。まあ、職業とか職歴で言いますと、やはり会社員が一番多かったですが、その他にも医師や弁護士、そして公務員、こういった方からも複数の応募がございました。またこれまでの議員の経験者、あるいは選挙に出た方からの応募もありました。まあ、こういったことを総合的に、見るとですね、やはり、非常にこの公募については、広範な方、それも、まあ、いわば興味本位で提出をしたというよりは、むしろ本当にその意欲を感じられる候補者が、して、応募の方が多いなっていうのは、率直な印象でございます。やはり、これは自由民主党に対する期待というものも、あるというふうに思います。だからこそこの公募についてはですね、今後、精力的に、この選考を進めていきたいというふうに思いますが、公正にしっかり、進めていきたいというふうに思っております。もう、前回ご報告申し上げましたように、選考委員会を作って、私がその選考委員長、そして、都連会長や、都議会、あるいは、10区の代表も入っていただきますし、その他にも、選対の副委員長が、入ってですね、しっかり、この候補の審査に当たらせていただく、まあ、こういうことでございます。45名の応募もございましたので、こういった状況であるということで、皆様方に今日は報告をさせていただきます。以上です。じゃあテレビ朝日の方で改めましての、候補者を絞っていくスケジュール、面接とかですね、はい、いつまでに申し込める、はい、分かりました。いずれにしてもこれ、論文がありますので、この論文を読み込むやっぱり45人分ありますので、相当な量でございます。しっかり読み込んだ上でですね、面接、その中で、代表何人かをですね、何人か決めてませんが、面接にさせていただきたいというふうに思っております。で最終的に決定ということでございますが、スケジュール感としては、やはり私が前回申し上げましたように、10月23日が投票日ですので、まあ1ヶ月前には決めないといけない。まあ1ヶ月前というと9月23日ですが、まあ、この辺は連休とか入ってますので、まあ常識的にはですね、できれば9月21日までに発表ができればなと、こういうふうに思っています。朝日新聞、阿部です。今のその選考ですけれども、面接というのは、論文を読んだ上で、まあ、あれですか、その何人かに絞り込んで面接、何かに絞り込んだ上で面接を行うというのは何でしょうか。今までも、何度もこの公募しておりますが、基本的にそういう形でやっています。まず論文を読んでですね、そこで、選別をして、この方とはやはり話を聞いてみたいなという人を選んで面接をするという形になります。面接は委員長自らされることになるんですか。これはしっかり選考委員の中で面接はしていきたいと思います。では、すみません、毎日新聞です。応募者の中に現職の議員さんは何人いらっしゃいますか。現職の議員はいます。人数は、お答えはできません。
共同通信です。松田です。みんな関心があると思うんですけども、すでに出馬表明されています若狭勝さんについては含まれているというふうに理解してほしいです。はい、本人も、メディアに対する取材でも応募するとはっきり言明をしております。まあ、そういうこともあり、若狭、衆議院議員は、今回応募してきています。国会議員を経験された方も応募をしてきている方がいらっしゃいます。地方議員、実際の議員、いや地方議員の方はいらっしゃいません。これ全部あれですか、郵送であったということ？基本的に郵送です。まあ、ただ一部ですね、秘書さんがまあ、時間の都合もあって、今度は中4日しかありませんので、持ってこられたあるというふうに承知してますので、詳細は私承知していませんが、基本は郵送です。他にありますでしょうか？よろしいですか？はい、ありがとうございました。